武田信成は南北朝時代から室町時代初期にかけての武将。本生は源氏。家系は、生は源氏の一家系、河内源氏の冒険い、源氏着流武田氏。海、武田氏の第十一代当主。海の国主後守護代。第十代当主、武田信武の着難。第十二代当主、武田信春、武田元信、武田武春、伏見鶴春。 栗原武嗣の父、秋武田氏投手武田氏新の2位。出生地は不明だが、父、信武の同行から、秋国で生まれた可能性が考えられている。初見資料は、一連事文書の略を2年で、飼いの国駒群一条号を、甲府一条小山の自主道場である、一連寺に寄進している。父の信武は、秋国死で、 県務政権から離反した足利高氏の軍勢催促に応じ南北朝の騒乱においては北朝方に属し秋を中心に活動していた。信武は海の国守護を兼任して南朝方の活動していた海への介入を行っており、信成は父に先んじて守護代として入国している。信武は官能2年には官能の上乱に際して 高氏の関東下校に随行し、箱根、竹下の戦いでは、会で軍勢催促を行い参加している。合戦後には信成により会の黒人と考えられている、旗の清秀へ、軍中城が与えられている。関能三年には、轟き里の満腹寺に金星を与えている。同年、上野国で放棄した南朝方に、他氏との、武蔵野合戦においては信武率いる。 カイの国人税が参加しており、この時も信成による軍勢催促が行われたと考えられている。武蔵野合戦を契機に信成の発給文書が減少する一方で、旗の清秀に対しての軍中上など信成の子、信春による発給文書が増加しており、守護大職を信春に譲っていると考えられている。1359年に信ブが死去し、 武田本家の家徳と開始五職を継承していると考えられている。1370年には、将軍、足利義満の命を受け、大蔵教授のガランを改築し、攻略2年には、円山に、工学案を構える抜け隊特価値に治療を寄進し、工学寺の開祖となっている。70歳で死去。法名は、京都院伝行窓三つ吉港大前城門。 山梨県笛吹市の清道知院は、信成の館跡と伝わり、伝信成室の墓と、彼女が見投げしたとする伝承の伝わる井戸が存在する。ただし、黒田元木の論文、鎌倉木の武田氏、初集、木下里氏編、シリーズ、中世最国武士の研究第四巻若狭武田氏、ISBN 978から4から864031929では、 と同じ妻守を名乗って、秋守護を継承した、死神が着死であり、信成は諸子であったと推定している。ありがとうございます。